松原谷氏の生きる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 。はい、皆さんこんばんは、松原谷氏です。この番組は、生きるをテーマに、私松原谷氏があなたに、愛と勇気と何しようかな、達成感をお届けする番組でございます。はい、こちら YouTube ライブの方でも同時配信しております。はい、YouTube はちょっと遅れてるんですかね。あれ、ちょっと YouTube まだ始まってないですか。不具合によりちょっと YouTube の方は遅れてる。ちょっと YouTube の方が不具合により遅れてるそうです。はい、はい、YouTube でご覧の皆様は少々お待ちください。ラジオラジコでご覧の、お聞きの皆さん、よろしくお願いしますということで、はい、ハッシュタグ谷氏生きる、ハッシュタグ谷氏がカタカナで、生きるのイが漢字、キルがひらがなで、ツイッターの方でもね、ツイートをよろしくお願いしますということで、ですね、つい数十分、30分前かな、はい、19時、今日の7時から、YouTube の、それこそ、テレビ大阪さん のテレビの番組ね、はい、片っ端から喫茶店という、番組をこの間ロケしまして、はいはい、僕、どんぐりさんっていう人と令和の花ちゃんっていう人と松原谷氏がそれぞれ、はいはい、大阪にある喫茶店を片っ端から回っていくと、すごい、いう番組のロケをしまして、はい、その松原谷氏の回が、YouTube 版で上がってまして、はい、こちらの方、これちょっと喉があれですけれども、そちらの方、はい、ぜひ見ていただきたいなと思います。全然おどろおどろしくない会談をしてますんで、あ、会談もされてます、ね、喫茶店で会談もするというのをしておりました。はい、すごい面白そうですね。でですね、まあそれはだから、これ毎週月曜日にあるので、はい、片端から喫茶店の動画が上がった後、7時から毎週上がるんかな、はい、上がった後7時半から生きるをラジオで、また YouTube ライブで聞いてもらってと、月曜日皆さんこれから忙しくなりますんで、あ、いい流れですね。はい、ずっと谷さんが、谷氏さんの方々はね、はい、隠れ谷氏さんの方々、皆さん忙しくなりますよ。はい、はい、でラジオ聞いてたら、イキラーでしたっけ、なんかイキラーでしたっけっていうか、谷さんが言ったんですけどねそう、はい、別にもう僕、このラジオを聞いてる人は、イキラーだとか、うん、サイキックセレーナー聞いてる人はサイキカーだとか、はい、別に特にないので、あ、自由、自由です、勝手に言っていただくのは大丈夫ですけれども、はいはい、僕から言わせてるということにはしたくないなとはいはい、まあでも言うのは自由ってことですね。言うのは自由です、はい、はいはい、でございますけれども、まあ今週、先週か、もう何があったかというと、本当にお笑いの単独ライブですよ。おお、ニコニコ生放送、ニコニコ動画のチャンネルの物語チャンネルで、いつも心霊スポットをね連れて行ってもらう木村さんっていう人が、もうずっと生配信 しっぱなしで、現地に着く前からずっと生配信して、車の中とかもっていうのをずっとさせられておるんですけれども、今回その人が新オカルト怪談じゃなくて、谷さんのお笑いを物語チャンネルで皆さんに見てもらいたいということで、みそのビルのナンバー白芸、ナンバーベニツル、そして、名古屋の、ライブシアター金色ザメ、はい、これ僕の同期の芸人のブッチョ柏木くんが、うん、やってる、まあね、売れない芸人からサブカルな、アーティストまで、いろいろこのステージでトークイベントとかをやるライブシアター、ライブバーなんですけれども、まあ、そちらの、まあ、コロナの影響もあって支援をしたいということで、クラウドファンディングで、物語チャンネルの木村さんが名前をその一定期間、物語金色ザメ、物語ベニツル、物語白芸と、はい、ネーミングライトを買いまして、うんうんうん、でその上で、オリジナルの企画をイベントをできるという、うん、まあそのファンディングを購入されて、はい、でそこで僕のイベント、松原谷氏の単独ライブをするというのを企画してくれたと、はいはい、でそれが昨日、一昨日、なんていうの、3日前って、先一昨日なんちゃうな3日前、金土日と、はい、
イベントやらせてもらいまして、はいはい、金曜日が名古屋金色ザメ、あ名古屋で土曜日が難波紅鶴で、昨日はニコニコ生放送で有料配信ですね、無観客ですね、はい、無観客なんですけども、ドワンゴさん、ニコニコ動画のドワンゴさんが持ってるビルのハレスタというところ、池袋で、はい、東京、はい、配信させてもらいました、ご覧になった方々、そして来てくださった方々ありがとうございました。本当にね、うん、ありがとうございますということなんですけれども、どうでしたっていうのもですけれども、あ僕も一緒にというか、うん、お付き合いさせていただいて、お手伝いというか、そうそう、はい、もう兵藤豊君はもう兵藤監督ですから、監督ではないでしょう、その単独ライブの監督ってよくわかんないですけど、作家さんで入って、作家さんっぽい、まあまあでも全然、でも照明やってましたけど、はい、照明やってくれてましたね、スタッフさんの、はい、いろいろ照明やってくれたり、まあネタその全体の流れとかどうした方がいいだろうって相談に乗ってくれたりとかね、打ち合わせオチ考えてくれたりとかしてくれましたけれども、まあでも、まあ、やってよかったなとは僕は、いいですね、よかった、やってよかったなというのは思ってくれてよかったですね、はい、で兵藤に頼んでよかったなと思いますんで、ありがとうございます、はい、この場を借りてね、兵藤さんにお礼を言いたいと思います。兵藤さんありがとう。いやもう素直じゃないな、そうか、放送上でね、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、こちらこそです、はい、まあでもね、お笑いのネタライブっていうの本当できてなかったので、はい、あ YouTube 始まりましたね、あ YouTube がこのタイミングで始まりました、はい、YouTube ライブご覧の皆さんこんばんは、単独ライブの話を、はい、今単独ライブの話をさせてもらってます、はい、松原谷志でございます、よろしくお願いします、はい、うんうん、まあ単独ライブをさせてもらって、何でしょうね、止まってた時が動いたじゃないですけれども、へえ、前がだって6年前、6年前の単ですね、単独ライブは、うん、大阪の今は亡き、道頓堀門座で、あもうないですね、はい、やりまして、うん、でそこから6年間、まあ、単独ライブはやらなかったかなっていうことなんですけど、ネタ自体もほとんどやっぱ新ネタってあんま作ってなくて、そうかそうか、で思い出したんですよ、その今回、うん、準備期間すごい短かったけど、うん、新ネタとかも作らなあかんのかなとか思ったんですけど、はい、無理やなって思ってで過去のネタ帳とかをねこう、はい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 、いろいろ見てみたら、そう僕ネタの作りかけのネタっていうのが膨大にあるんですよね、で一回やってみた、舞台にかけてみたけど、その自主ライブで全然思った通りにいかず、そのままほったらかしにしてるっていうのがいっぱいあって、はいはい、だからそのなんていうんですかね、なんだろう、死にかけのネタたちを成仏させるというか、成仏させたらあかんのかなんで生き返らせてあげるっていう作業を、まあ、今回させてもらって、うんうん、あそうだ、僕事故物件だの怪談だの、やる前ってそのネタっていうのだけに力注いでたんだなっていうのをすごい思い出しましてね、だって、うん、めっちゃ作ってましたもんね、はい、数だけで言うたら、数だけで言うたら多分1000個、まあその出来上がってないのだったら1000個ぐらいあるんですよ、でその中で1000の、ボツ設定のバイオリンっていう曲ネタもあって、あボツの1000のボツ設定のバイオリンっていう、はいはいはい、1000のバイオリンってブルーハーツのね、はい、曲流して、ね、はい、ボツになったコントのタイトルを言っていくっていうだけ線のボツ設定のバイオリンって、あもうそれもネタにして、それもネタにして、はいはい、それもネタの一個にあったりとかな中で、まあね、今回また作り直して、うん、皆さんに見ていただいて、よかったなと思いますので、またね余裕ができたらこういう機会をまた設けさせてもらいたいなと思っておりますので、うん、本日の1曲目こちらです、聴いてください、シドビシャスマイウェイ。タニーチェの哲学、このコーナーは過去の哲学者たちが残していった金言名言をもとに、私タニーチェが現代を生きるための新たな哲学を生み出すコーナーである。はい、今回取り上げるのはこちら、単独ライブを終えた芸人特有の顔、
兵頭豊か。あ、僕ですか。これ兵頭豊さんの言葉なんですけれども、言いました。なんかね、なんやったら昨日単独ライブ終わってから、はい、すごい、まあいろんな人が褒めてくれるんですよ。木村さんもね、谷さん本当によかったですよって。まあ、なんかそうですね、熱く褒めすぎてだんだんなんか、もうやめ鬱陶しくなってくるんですけど。いやでもすごい、それは褒めてくれたりとかしてくれてて、で、まあ、西根は西根、西根座タイガーもね、ずっと、はい、音響してくれてましたから、うん、いやー谷さん、なんかもうあいやつは褒めるしかしないから。まあね、谷シタンですから。谷シタン、もう堂々たるトップオブ谷シタンなんで。はい、で、うんうん、ね、まあぶっちょくんも、まあ、いやよかったよみたいな、うん、いや谷シは変わってないから、うん、変わらないのがいいねみたいな言って、うん、で表で木村さんとかも、兵頭さんどうでしたかみたいなったら、いや単独ライブを終えた芸人特有の顔してましたね。いやそこまでの言い方じゃないけどな。これがね、なんかぐさっとくるんですよ。あ、そっか、そういうちょっと褒め、みんなが褒めてる流れで僕言いましたっけ。そうかそうか、うん、これはだ、今回は僕がこの哲学、この言葉を掘り下げるっていうより、この何なの、この刺さる、ぐさっと刺さるのは何なんやろっていうのをちょっと解明したいなと思いまして。いや褒めてる、その皮肉って、そこまで皮肉ってないんですけどね。そこまで皮肉って、じゃあ微量でも皮肉ってるのは皮肉ってるってことです。いやまあまあまあ多少はね。まあ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 、これ何なんですか、この芸人特有の顔っていうのは。これはね、あ、じゃあそうですね、なんか、はい、それにちょっと似た普通オーターみたいなのも来て、あ、普通のオーターよりは、それをまず紹介したら分かりやすいかな。はい、はい、ラジオネーム石鹸さん、はい、ありがとうございます。この方、谷さん、兵頭さん、透明版単独お疲れ様でした。ありがとうございました。この方、会場と配信両方見張ったらしいですね。いやすごいな、はい、はい、いろいろたくさん書いていただいてるんですけども感想、うん、まあ、兵頭さんのネタや西根さんの客の心をつかむうまさも堪能できました。西根くんのネタはね、もう百戦錬磨の寄せ芸ですからね。兵頭もネタやりましたからね。そうですね、僕の、はい、あ、言い忘れました、僕のところ、幻の兵頭さんのネタって書いてますね。まあまあ確かに兵頭くんはコンビ解散してから、はい、ピン芸人で結構毎月ね、白芸のイベントでネタやってるらしいんですけど、それを見続けてるのは西根のみっていう。そうですね、主催が西根くんなので西根の前でネタやってるみたいな、もうあんまお客さんの前でやってないっていう。はい、はい、でいろいろ感想をね、本当に細かくいろいろ書いてもらってるんですけども、はい、途中で、谷さんは照れていましたが、うん、ライブ終わりの生き生きとした清々しい汗だくの顔は、うん、今まで見た中で一番良い顔でしたと、これですね、いう感想をいただいてるんですけど、はい、まあこれなんですけど、はい、そのこれが単独ライブを終えた芸人特有の顔なんです。これね、これだから芸人さんは分かってくれると思うんですよ。はい、だから谷さんも分かってくれると思うんですけど。いや、まあまあ分からんでもないです、はい、よくまあ単独終わりって、まあ、今回もそうでしたけど、はい、写真とか撮るじゃないですか、はいはい、終わった後、まあ、ネタ全部終わった後挨拶してありがとうございましたの時の顔とか、はい、まあ、お客さんがこうみんなで写真撮影タイムとかもやったんですけど、はい、その時のその谷さんの顔ですよ、うん、まあネタ終わりなんでもう汗だくで髪型もすごい乱れてて、もう服ももう、はい、なんていうんですか、もうびちゃびちゃやとなんですけど、はい、その顔のその表情はものすごくなんていうんですか、開放感とか、はい、まあ、今までのそのプレッシャーからのその開放達成感とか、はい、ああ終わったな、あと皆さんありがとう、はい、感謝しますみたいな、その顔を、うん、やっぱ芸人ってみんなああいう時って同じ顔するんですよ。僕もそうだったんですよ。僕も自分の単独やった後に写真見たらそういう顔してて、はい、そういう顔してた。はいはいはい、はい、でそれ見た時にその昨日とか一昨日とか、うん、谷さんの顔見た時に、あ、谷さんもこの顔するんやっていう。でもそれがなんか悔しいわ。なんかやっぱそこを外れていく感じの人じゃないですか、芸人とはみたいな感じ、はい、なんか肩にはまらない感じ、ネタももちろんなんかあんまりみんながやってないようなネタをこう、はい、やってるわけですよ。見た方は分かると思うんですけど、あんまり見たことないようなネタをやってる人が終わった後、
よく見る顔してたっていうのがよく見るっていうのが僕がね、はい、あのザ芸人の顔してるっていう。まあでもこれお客さんから見たらこの感想通り今まで見た中で一番いい顔でしたっていう感想を持ってくれてるんで、はい、いいことなんですけど、はい、いいことなんですけどね、はい、まあ、僕目線で言わしさせてもらったらそういう芸人特有の顔してはったなっていうのはそれはちょっと意外やったんで。これなんでこんな悔しいんですかね。なんなんやろうな。そうですね。なんやろ。うん。なんなんやろ。で、皆さんねいい顔してましたって言ってくれるんですよ。はいはいはい、素直に嬉しいんですよ、うん。してましたよ。嬉しいんだけど、でもその嬉しいんですけど、そこで終わらせときたいなっていうなんか隠したい自分がいてて。あ。そうですよね、うん、でその隠したい部分っていうのを最後に兵道がつっついてきたんですよ。いやそうなんですよ、僕それも感じてたんですよ。そのちょっとこう、はい、まあ絶対こう終わったっていう感じありはるのに、はい、ちょっと出さないようにしてはったけど漏れてしまってたんですよね、やっぱり写真とか見ると。いやもうほんまに、はい、それもなんかすごい印象的で、だいぶ隠したつもりだったはずなんですよ、うん、もちろん達成感ありますよ、うん、ありますけど、なんか なんでしょうね、うん、そのあんまりその別にマラソンを走り切ったわけじゃないし、なんていうか24時間テレビやり切ったとかじゃないじゃないですか。いやだからいい顔はいい顔なんですよ。いい顔っていうのがもう恥ずかしい。いやだからそうですよね、だから恥ずかしい、だから気持ちは、あ、ほんでいちいちなんかちょ写真終わってから一応記録用に写真撮りましょうって言った時に、はい、なんかいろいろポーズをこうつけてたんですよね、はいはい、西根兵道で真ん中僕で、はい、でなんかポーズをつけてたら、うん、手が兵道のほっぺたに当たったような気がして、いやパンって、まあ、腕やったんですけどね。そうほんで実際はで、あ、ごめん、兵道を殴ってもたっていうか、はい、兵道の顔に当たってもたごめんってなった時、はい、兵道がいやいいんですよ、単独やり終えた人はもう気持ちが高揚してるんでって言いよったね。ね、距離感もちょっとわからないですよね。距離感がわからなくなる、あるあるですっていう。興奮して持ってるから。いやでもやっぱ勢いがすごかったです。悔しくて痛かったですもん。あんなこのパワーすごいパワーでしょ。いや普段しないじゃないですか、そのポーズはつけ、ポーズはつけるけど、終わりとかも写真撮るけど、はい、そのまあこう止まってそのそう、まあ、人に当たらないようには気をつける余裕はあるはずなんですよ。でも単独終わりもなんかブーンっていうそのやだーみたいな、違う、やだーまで言ってない。いやでも気持ちいいですよ、気持ちいい。それぐらいの勢いがあったんで、あ、はい、やっぱ単独終わりやからしょうがないなっていう。これなんやろ、なんでこんな悔しいんやろな。とりあえず金言言わせてもらいます。はい、はい、本日の谷一の金言。兵道の前では達成感控える。これ、ね、松原谷氏の生きる普通の男のコーナー。 Ladies and gentlemen, this is普通の男。はい、このコーナーはただ普通のことをつぶやいていくというコーナーでございます。たくさんお便りありがとうございます。はい、単独ライブでもやりましたけどね、普通の男。あ、そうですね、はい、うん、その中でも皆さんの中から勝手に拝借させてもらったのもあったかもしれません。さあ、まずはスーパーソニックジェットキアマンさん、普通の男。皆さん、自分に負けちゃダメですよ。カモン。普通の男。谷さんが言うてたやつ、はい、言うてたんですね、おっさん、さん、おっさんさん。普通の男、中辛でカモン。普通の男、シンプルですね。中辛は普通やな、めっちゃ普通やわ。太っちょドラゴンさん、普通の男。タバコ値上げ腹立つわ。まあ1000円になっても俺吸い続けるけどな。かも。普通。これで感じだった。普通。普通の男。そう、もうスモーカーはね、うん、なんかもう意地を張りますからね。うん、はい、リコリンさん、普通の男。あ、しまった。一本筋間違えた。さっきんとこ曲がるんやった。
かも。普通、普通、普通やな。普通の男。普通ですよ、これはね。車あるあるなんでしょうね。ももちもいさん。普通の男。俺さ、明日は今日と違うと思いたいんや。かも。普通、普通、普通の男。そう、そんな言いたがりますよね。お魚加えたドラ猫さん、普通の男。船着き場で売ってるちくわってなんであんなにうまいんやろ。かも。あ、そうなんや。そうかな。そうなん。あ、でもうまそうかも。うまそうな気するけど、うん、焼いてんのかな。なんか、そうなんですか、ね、ちくわをくるくる、わからんけど。はい。ちょっと大きめのやつとか。ね、一本釣りカドックさん、普通の男。え、ジャンプ合併号やったん？かも。あ、言うたな。普通の男。あ、そうか、合併号やったんや。だから今週売ってない、うん、売ってないやみたいなね。これ隣のすずめさん、普通の男。おっぱいの大きな女性を見ると興奮してしまいます。かも。普通、普通、興奮してしまいます。普通の男。普通ですね。普通すぎる。じゃあ今日最後、ハリコの虎さん、普通の男。タイガース、今年も優勝逃したな。俺が監督やった方が優勝するで。かも。普通、普通、普通の男。来るわ。以上、普通の男のコーナーでした。エンディング。さあ、ユシンさんの死なないが流れておりますけれどもですね、はい、はい、今日ちょっと余裕あるな、エンディング。普通歌とかも、あ、普通歌、そうか、単独の感想とかもまだ、あ、ありますか。あ、なるほど、ありがとうございます。じゃあちょっとさっき告知言わせてもらっていいですか。はい、まずは来週11月16日月曜日の、来週の松原たちの生きるはですね、収録会になってしまいます。生放送じゃありません、うん、ということで、この後9時から、はい、9時から、21時から収録していきますので、はい、皆さんまた番組でどんなことをしているかを、まるでリアルタイムで聞いているかのように憶測ツイートしてください、はい、あのハッシュタグたにし生きるで、ハッシュタグ、うん、カタカナでたにし生きるの、いいが漢字、生きるがひらがなで、憶測ツイートしてください。9時からね、はい、あ、今日もまたまだたにしさん単独の話してるわとか、あ、あ、そうかそうか、なんかいろいろね、憶測のツイートをしてもらえたらなと思います。はい、ツイッターの方でですね。そして、あと、だからあれか、どう、霊障ですか、これって霊障ですかをするので、はい、もし9時までに間に合えば、メールの方、メールなり DM なり送ってもらえたらと思います、はい、メールの宛先は生きる @jocr.jp、 ikiru@jocr.jp の方にメール、あるいは、この番組のツイッターアカウントですね、松原谷氏生きるアカウントの方にダイレクトメッセージを送ってください、よろしくお願いしたいと思います。ちなみに憶測ツイート、うん、または今回やります。当たった人、当たった人は、憶測ツイートがもうまさに当たった人、こちら、あ、出た、生きるステッカーをプレゼントさせてもらいます。はい、はい、収録会に突然現れるステッカーチャンスです。はい、はい、皆さん当ててくださいね、うん、そうそう、だしだしまきこさんがね、あ、めっちゃ当ててきてんからな、あの人。なんなんやろな、あの人。聞いてるのかな、聞いてんのかな、よろしくお願いします。はい、はい、そしてイベントですね、松原谷氏の生る谷氏生きる2周年、こちら、はい、いよいよ日程が、まあ、1ヶ月後かありますけれども、はい、12月6日日曜日、時間は午後1時30分開場、午後2時開演となっております。会場が神戸ラピスホール、うん、こちらね、お寺なんですよ、実はね、うん、はい、すごいですよ、お寺の中にあるあのホールでございます。料金は、3000円となっておりますね、はい、出演は松原谷氏、兵頭豊、ダイソー光圀、花井二等兵、西根座大河、我こそは田中、松原美穂ということでございまして、100人限定のイベントとなっております。はい、チケットはパスマーケットから発売中、松原たちの生きるアカウントのツイッターの方で、固定ツイート、一番上のツイートで、チケット購入のページに飛ぶリンクが貼ってありますので、はいはい、そちらの方に送ってください、よろしくお願いします。結構売れてるみたいなので、残りわずかなんですよ、はい、お早めに、結構売れてよかった、ね、よかった。100人集まるんだ、うん、集まりそうというか、はいはい、まだチケットありますので、はい、ぜひ、
お早めにご購入いただければなと思います。はい、あ、ツイッターの、ツイッターじゃない、 YouTube ライブのコメントの方もありがとうございます。はい、この後延長戦ももちろんあります。はい、はい、ありますけれども、そうですね、単独ライブの話読んどきましょうか。リッコリンさん、透明派の単独ライブお疲れ様でした。谷さんと目の当たりにして緊張しました。ネタはところどころ完璧すぎない緩いところ、垢抜けてない感じが私はすごく好きです。垢抜けてない、垢抜けてない、まあネタが定まってないネタとかがありますからね、はいはい、ネタの合間の替え歌も素敵でしたと、うん、先日サイン会ではパソコンの上に乗る猫の絵を描いていただいてありがとうございます。はい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 、猫、はいはいはい、猫が邪魔するっていう、うんうんうん、ね、ママの目に似てるという、そう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 、仙台のママの目に似てる猫さんの飼い主さんですね。はい、ありがとうございます。はい、こちらももちもいさん、谷さんが汗かいてる、兵藤さんの手が震えてる、これはコアには受けますねということで、単独ライブ、僕もちょっと恥ずかしいな、兵藤の手震えてたんかな、ネタやりましたから、ね、それもう緊張して震えてたじゃないですかね、わからないですね、力入っ、いつも震えてんじゃん。ああ、でもそういう、そういう、はい、人の話聞きながら首振りますからね、兵藤さんはね。癖ですね、もしかしたら癖かもしれませんけれどもね、はい、ということでお便りもありがとうございます。この後延長戦です。以上、松原大使の生きる、今週はここまで、続く。